本日のゲームはブルクスタジオンで行われます。この時間はアルマ対川崎フロンターレ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。アルマ対川崎フロンターレ、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。頭で正確に流し込んできました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあ川崎、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。ベルナルド・シウバ、ウェンデュス、吉羽金美希、アンドリュー・ロバートソン、裏を狙っていきます。コース空いた、ボールが上がる、これは繋がりません。ここはドリブルで上がる、攻めの姿勢です。エリクセンから長いボール縦へ、ディマリア、前半の14分を過ぎたところです。アルマがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。早い段階で先制できて気持ち的にも余裕が出ますからね。あり方としてはプラン通りじゃないでしょうかね。裏へ届くか、裏へのスルーパス、川崎ここでファウルをもらいます。さあいい位置です。いや、ここは大好きな位置、直接、これは惜しい。エリクセン、多彩なキックの持ち主です。いいボール入れてきますからね。アレックス・サンドロ、ロングフィードで狙う、このスルーパス、自分で行く、クリスチアーノ・ロナウド、来たチャンスだ、シュート、今日は嬉しい日になりました。本人もやっとという思いでしょうか。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。さあ、パルマ得点を重ね2対0という展開。パルマとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。シュート、ゲット、フロンターレ。さあ、このゴールであと1点というところまで来ました。さあ川崎、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。さあ繋がるか、セルヒオ・ラモス、組み立て直します。ウェンディジ、中央へ切り込む、一人で行くのか、仕掛けるか、セルヒオ・ラモス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。吉羽金美希、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。長いボール縦へ、バラン、ここは一旦バックパス、
メッシスルーパスを出すシュートノイアー素晴らしい反応でしたノイアーいやーそうですねキーパー判断良かったですよね川崎チャンスを迎えたシーンがありましたウェンドゥシダラン縦へのボールコーチーニョからのスルーパスは通りませんでしたビリアン長いボールを送りますエリクセンこのパスを防ぎますふわっと裏を狙うカルバハルから大きく縦へとボールはファーストハーフ終了の笛です両チーム動きのある前半でした差は1ゴールいやー北澤さん前半はもう完全に点の取り合い凄まじい展開になりましたねですけどまだ 2-1 ですからお互いに気の抜けない点差ではありますよね次の1点がこの試合のポイントになりますよパルマとしてはこのまま引き離したいところでしょうが失点もありましたからねまだまだ安心できないところでしょうねパルマ対川崎フロンターレパルマが前半終わって2対1リードで折り返しますセカンドハーフゲームはスタートしていますこれは合いませんアーチのようなパスこれをカットしますバランアレックス・サンドロコーチーニョコーチーニョからクリスティアーノ・ロナウドコーチーニョからムバッペムバッペうわ守備陣ゴール前への突破を許してしまいましたまあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもねウバッペこの選手はドリブルが上手いですよねそうですね個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよねウィリアンこれで2点差いやよく反応しましたねこれ落ち着きましたね結構とっさに深い選手が多いんですけどもねしっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね素晴らしいゴールですよね川崎は先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでしたこの時間帯リズムがいいですよね決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね川崎入ってもおかしくない決定的なシーンがありましたとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよねなるほどそうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうかそうですね守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからねまあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね、あーこれファール取らないですかレフェリーメッシーメッシからクリスティアーノ・ロナウドいいプレッシャーアップオフサイドですかここまでご覧になっていかがですか北澤さんパルマとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね足元大事にいきますThank you.
川崎はここでベンチが動きます。ディマリア、メッシからターテのボール、さあ仕掛けるか、ゆるく狙ったボール、スソー、さあここでカウンター、プレッシャー、ティンミヒからアーチのようなパス、カンテ組み立てながら攻め上がっていく、素早いパスで攻め上がっていきます。とこれはつながりません。さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースを狙う、いいオーバーラップですよ、クリア、このピンチをなんとか出します。川崎は3本目のコーナーになります。さあロナウド、ロナウド、さあボールはメルテンスへ、メルテンスからクリスティアーノ・ロナウド、スルーパス、メッシ、さあどうする、うわー、いやー素晴らしい、あと1点のところまで詰めてきました、狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ、いやきシュート、いいシュートでした、バルマ、今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね、ここは決まりませんでしたね。アルマは2本目のコーナーキック、ちょっと小さい、キンミヒからの折り返し、このクリアボール次へつなげたい、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね、ディフェンス集中してますよね。さあ右サイドから上がっていく川崎、これは奪い返します、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね、前線からプレッシャーかけたいところですよね、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね、ドニエル・マレン、パルマとしてはこのまま終わりたいですよね、そうですね、タイムアップまでもう間もなくです、今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。クリスティアーノ・ロナウド、ここで笛です、3対2、激闘を制したのはバルマ、さあゲームは終わりました、今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね、最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね、はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあお別れの時間が迫ってまいりました、解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。パルマが3対2激闘を制しました。